ましょう。デビです。ヨヘイです。はい、お願いします。お願いします。12月1月年末年始で野球道具10万円分買ってきてしまいました。え、すごいね。お金使うとこあったんじゃないですか。まあ、ちょっと臨時収入とかもあってお金に一時的に余裕ができたので買っちゃったんですけど、10万円まあさすがにやりすぎた感はありますが、野球道具いくらあってもいいのでやっちゃいました。ほぼほぼ全部年末年始、まあ、12月以降に買ったものがで1月頭までかに買ったものが入ってます。はい。その手に持ってるやつは何？まあ、すいません、ちょっと畑山のやつに入ってるんですけど。 GS スパイクです。後ろはブロックソンです。はいはい。でその紐はアモです。もともと金色のアモ持ってて合うじゃんと思ったんでつけちゃいました。はい。かなり使い心地も良くて、年末に走れ大井チャンネルの水越スポさんの大井さんにちょっと注文して届いたので、もうちょっと使ってるんですけども、かなり使い心地良きです。これは結構するんですか、値段は。1万5000円でした。でもあら、比較的良心的なスパイクの値段かなと思ってます。なるほど。はい。じゃあこのカバンの中身はちょっと、はい、全部紹介してもらって、はい、まあ、全部新しく買ったものばっか、まあほぼほぼそうですね。なので、はい、はい、一個ずつ紹介してもらいましょう。はいはい、行きましょう。うっ、はい。でなんですけど、まず上のポケットはちょっと今小物が入ってるので、ここはちょっと省略させていただきます。でここから大きくドーンと開いて、かなり取りやすいような大きさの間口が広い、バッグになります。なんというメーカーですか、このバッグは。ブルイクっていうメーカーです。はい。なんか野球以外にもなんかオールスポーツのバッグのメーカーで、まあ、うまくいったら私服でも使えるんじゃないかなと思って購入しました。こちらはフェースマンさんで購入して1万5000円となります。高い方かな、バッグ。まあ、高い方だとは思うんですけれども、ただこれ僕私服でも使おうと思ってるので、だったら別に1万5000円だったら安いのかなと思って。なんか前さ、マジスティックだかなんかのバッグ使ってなかった。あれはお隠れになりました。マジで。はい、壊れちゃった。壊れちゃったんで、だから新しく買った。そうです。なるほど。はい。まず最初こちらがちょっと、まあ何回も出てるので、これもまあ実は年末というか12月以降に買ったグローブになります。まあ、こちらももうだいぶ柔らかくなってきたので、シーズン始まってからも試合で投入できるのかなと思います。はい。続いてが、はい、こちらアシックスの新しいバッティンググローブです。こちらは時は大宮店で購入して、かなり特価で安くなってて5000円いかないぐらいで買った革のバッテとなります。青にこの蛍光グリーンが入っていて、でちょっとエナメルチックで光が出てるようなバッティンググローブです。シーズン初めはちょっと使ってみようかなと思います。でこちらはまたあれなの、備品というか噛み切ったから関係ないな。ヘアスプレーじゃない、あとのグリップのスプレーです。なんか持ってなかったっけ。セットの持ってたんですけど、だいぶ減ってきちゃったので、ワッペどうなんだろうと思ってちょっと買ってみたって感じです。でこちらベースマンさんで税込み950円です。これもちょっと備品で、結構老人僕使うので、ベースマンさんの老人をまた新たに2つ購入しました。でこれベースマンさん安くて300円なんですよ1個。あ、だからいつも顔真っ白なんだ。あ、そんなオカメナットみたいなことしないですから僕。バカ殿。いやあいんじゃよ、もう両兵買いすぎじゃない、いろいろ。まあそうですね。なんなら身につけてるこちらも実はこれアクセフさんです。でこちらがナノユニバースさん限定のコラボのアクセフベルガードのネックレスになります。こちらが新宿の高島屋のアクセフのお店で購入しました。5500円、普通のやつの値段は変わらなかったですね。そして続いてはこちらです。エボシールドです。これがメジャーリーグで父の日に使用したモデルのエボシールドになります。でこちらはお茶の水にあるボールタウンさんで購入しました。8800円になります。でこれ一応前子供用持ってたんですけど、限定が欲しかったんで新しいの買いました。はい。こっからがメインディッシュです。それがこちらです。デサントの公式用グローブ、ベースマンさんで購入しました。いいんすか。いや何が、絶対あげねえでこちらなんですけど、年末年始の特価セールで購入しました。でこれちょっと皆さんにもお願いがあるんですけど、こちらのグローブが安くなった理由って、多分はめて変な方がついちゃったから多分安くなった感じではあるんですよ。いくらですか。これでも2万円で、公式は2万円だったんですけど、ただ定価4万とか5万ぐらいかな、あんまりよく分かんないんですけど、ただ新品で使ってないのにもうこういう方がついちゃってるんですよ、ポケットがないような方が。でそれってやっぱりいろんな人が握った方がついてくるので、おかしいな方がついちゃうっていうのがあるので、そこはちょっと皆さんグローブまだ買う前のは手入れるだけにしておいてもらえると、お店の人も助かるのかなと思います。そこはちょっと皆さんどこのスポーツショップに行ってもよろしくお願いします。でこのグローブの特徴なんですけれども、革がテラダレザー、アトムズさんとかでよく有名な
北海道のテラダレザーを使用しております。指股がないんですけれども、最初から逆巻きにはなっているので少しは面が広く使えるのかなといったグローブです。で、こちらをちょっと湯もみを一回して、まあ、型もちょっと崩れちゃってるので、この後家の方で湯もみをして皆さんに完成品を出せればなと思います。はい、で、グローブ1個だと思ってるんじゃないですか。もう1個あります、こちらです。いやいや、どんだけ買ってんすか。うん、なんかちょっと臨時収入もあってで、こちらがクボタスラッガーのソフトバンクの本田コーチのモデルとなります。で、ここが辻閉じとなっていて、かなり面が広いグローブで、折り返しがハーフになっているので、型をつけた時にここ押しやすいグローブになります。これもなスラッガーさん特有の初期段階だと結構デコボコしちゃってるので、湯もみして使いやすい型にしていこうかなと思います。今年のカラーとしてはあえてシンプルに使っていこうかなと思って、結構プロ野球選手とかもあんまり派手なグローブ最近使ってる人見ないなと思ったので、渋いグローブを渋く使っていこうかなと思います。本日は年末年始に購入した野球道具10万円分を紹介してきました。一挙にね。そうですね、一挙にね。詳しくグローブ系はまた今度片付けをして紹介していければなと思います。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。皆さんに、特に学生さん向けにプチプレゼント来たもん。マジ、いつの間に。まあさらっと話してだってよ、だってよ。みんな、あの、僕もボーイズの取材とか行ってバッティングしてたんですけど、ハケだ、ハケ。もう右手握力だけだれぐらいしびれちゃったんで、まあ、そういう下手なだけ、下手なだけ、痛いのは痛いですね。下手なだけ、高校の時からやっぱり痛かったんで、ずっと。そんな方々にこちらをプレゼントいたします。何これ何これ。あの、衝撃球種。ああ、僕もなんか高校の時に他のメーカーので、タクバットだったり冬の練習で使ってたんですよ。親指につけてやると、あの、衝撃が少しは吸収されるという。マジで。プロ野球選手なんかも吉田正尚選手がつけてたかな。え、あ、この間スポーツ王で石橋さんがつけてました、はい、そういったあの竹バット使ったりだとか、まあ、金属でも痛いときは痛いので、こちらを学生さんかな、2名の方にプレゼントしたいと思います。これ色的に黒だから使えるんですよね、学生でも。なんで、まあ、もちろん試合だとちょっと違和感あるなっていうんだったら、練習でどんどん打つときに使っていただいてもといったようなところで、まあ、学生さん2名にプレゼントさせていただきます。すごい、良平からの初プレゼント。まあちょっとまだ口なんで。でもね、金額じゃないから。まあそうですね、うん、気持ちだから。ぜひちょっと、まあそのうちでけえの待っとけって感じ。いや、良平の家にあるグローブでいい。あ、そうっすね。なんか1個ぐらい、1個ぐらいで作ろう。自分でかい方だと思うんだけど、でもまあそれもまあ一応企画してるもんね。まあまあまあ、何かっていうのはまだ発表してないですけど、はい、絶対どっかで暴れてやろうかなとは思ってるので。応募方法がチャンネル登録と僕のインスタの、これあげるので、インスタの投稿ね、にこれ関係の投稿するから、はい、そのコメント、そこにコメント。はい、で、期間はまあ気まぐれで気まぐれって分かりづらで、また動画で発表と、はい、まあそのインスタでもまあそうですね、発表ね、当選者この方です、はい、と。本日の動画は以上となりますチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。はい、プリントするグローブはこれプラスこちら。見ましたね。はい、これ、はい、HS とプロステの源田選手モデルのこのバスケットウェブのグローブ軟式用です。基本的にチャンネル登録と、はい、僕らのインスタフォローは必須ということで、翔平 TV の、チャンネル登録者が8000人突破した、プラスモンダナさんの、インスタ貼ってますので、フォロワー数が3000人突破したらプレゼント企画を開始と。プレゼント企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で、源田モデル軟式内野仕様をプレゼント。熱いコメントをしてください。8000人達成次第、抽選開始、たくさんのご応募をお待ちしております。そして、翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があれば、ぜひともコメントをよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。それでは、翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと、頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。この手で塗り替える人が決めた
逃げ道をレインボーフェイライト断ち切るのさ。